塚本さん、はい、今大会の新潟商業のチームカラーについてはこれはどうでしょうか。やっぱりあれですね、トランジションの激しい、はい、非常にアップテンポのゲームをしますからね、はい、今日の能代工業というのは同じようなチームですから非常に面白くなるんじゃないですかね、はい、試合が始まりました。準決勝第2試合、新潟商業ボールです。今度ユニフォームが新潟商業、最初のシュートを打ってきたのは4番キャプテンの佐々木、スリーポイントは得意です。ゴール下頑張った北田、そして信平、ポイントガードは宮城です。ベースラインから打ちました。最初に信平のシュートが出ました。ペネトライトはダメです。直線的な動き、宮城素早く打ってくる、ね、はい、早い展開からですね、このような展開をさせないことでしょうね、逆に言うとね、はい、最初にスリーポイントできました。竹内さんがご覧になっても後ろ工業というのは毎年こうチームカラーってのは変わらないですか、はい、ですね、ワンツーツーワンツーワンワンのゾーンコントですから、ワンツースリーゾーンでした、はい、これはずっと僕らの代もそうだったんですけど、新潟商業は結構早めにシュート打ってるんですから、こう僕らの代のチームはほとんどディレイドオフェンスで、はい、崩すといった感じでした、ターンアラウンドしました。この信平のシュートが決まっています。ジャンプシュートは斉藤決まりません。まだ新潟商業は点が取れません。お互いに1クォーターっていう出だしが悪かったですよね、今大会、そうですね、それを考えると能代工業いいですね、非常に、はい、能代工業は2回戦3回戦は第1ピリオドはリードされて、そうですね、ちょっといいところがなかったんですね、はい、準々決勝の福岡第1戦はようやく厳しいディフェンスが出ましたが、それでも第1ピリオドはリードされました。そうですね、はい、それと2、3回戦の非常に調子良かった柳川選手が、はい、昨日の準々決勝があまり調子良くないんですよね、今もシュートは落としました。柳川は立ち上がり2本落としています。斉藤、佐々木のスリーポイント、リバウンド長く飛んだ坂上、ダブルティームだ、これも落ちているがオフェンスリバウンド、セカンダリーはアップ、ファウルですね、ファウル、斉藤選手のファウルですかね、はい、塚本さん、新潟商業としては点を取っていくのはこれ4番の佐々木ですよね。そうですね、彼が福岡で昨日のゲームでもですね、はい、非常に良かったですよね、久我山戦ね、はい、久我山戦、身長それほどないんですけども、ステップワークも上手いですからね、はい、彼はね、まだ新潟商業は点が取れません。中心がこの5番の小沢と4番の佐々木で点を取りたい新潟商業、2年目の中谷コーチです。上から当たっていきました。信平、宮城のスリーポイント、いい形入ってきますね、はい、昨日の試合もそうでしたが、宮城はスリーポイントを非常に多く打ちますよね。そうですね、打ちません、まだ点が取れません。ちょっと新潟町が一層率ができてませんね、今ね、早くワンゴール欲しいところです。ようやく決まりました。小沢で点が取れました。8対2です。ただのシュートは入り
りません。ただはゴール下を固めるプレイヤーです。そのゴール下でタイ2と能代工業8点リード。佐々木のパスが通らずターンオーバー、うん、こういうリズム取れないですね。これではね、はい、取れませんね。能代フェース立ち上がりから延平佐々木でまだ点が取れていない。中原さん、はい、新潟商業がなかなかオフェンスのリズムがつかめません。いや、ちょっとこのレベルから見てると、はい、そのもっとその例えばディフェンスがゾーンっていう形にあまりこだわりすぎてると思うんですよ、はい、だからそのパスをそのもらった時にまずシュートから入るっていうことを意識していけばもっとその軽い形でオフェンスに入れると思うんですけど、はい、ちょっと重いですね。重い、はい、竹内さんは新潟商業のオフェンスについてはどう見ますか。とりあえず能代工業がボールマンにダブルチームで毎回潰しているんで、はい、スコアを焦らずにパスさばいて、うん、そしたらゴール下なんぼでもノーマークが空いてる選手がいるんで、うん、そこでいかに決めれるかだと思います、はい。まあ、塚本さん、はい、能代工業はでもこうやって勝ち上がっていく中でのですね、はいはい、作り方がやっぱりうまいですね。ですよね。はっきり言って福岡第一に照準を合わせてきましたから、はい、それを破って今本当になんかこう軽くなってますよね、体が。そうなんですね、はい。ハースウェイクで破る、そこで松とか苦しんでる時につなぎを出て切りやれって、まあ、サトシ、はい、今見たらお前がつないで攻めたら小坂開くだろ、はい、あとは最後の次の勝負だって、そこだけだよ。あとで、今こういう風にリズム悪い時に何頑張るんだ、それをずっとやってるんだろ、はい、今、それにちょっと頑張ってね。日体大出身の中谷コーチ、リズムが悪い時に何をやるんだ、それをずっとやってきたではないかという。そうですね、それと中田さんが言ったようにやっぱりパスフェイクとか使ってやっぱりペレトレーションでリングを見ていくという必要でしょうね、そうですね、はい、おっしゃる通りのことを言ってましたね今、はい、こちらは加藤コーチ。加藤さんは大体第1ピリオドはほとんど座ってるんですね。そうですね、はい、状況を見てますよね、はい、彼はね。フリースローは信平、伊藤とも決めています。2年生の信平、佐々木のパス、ちょっと気遅れしてますかね、佐々木選手もね、もうちょっと打ってもいいかと思うんですがね。シュートからその辺は入っていけっていうことを今指示でも言ってたんですけれども、ね、どうしてもそのシュートじゃなくてリングを見ろっていうところがまだちょっとできてないですね、はい、12対2立ち上がり、能代工業10点リード。はい、ただ塚本さん、はい、能代工業も得点はちょっと止まってはいるんですが、いるんですけどね、能代工業ってあるところのリズムですごく得点取りに行きますからね、はいはい、ということは今あまり調子が良くないと思うんですよ、シュートの。なるほど、はい、そこに合わせて新潟この2点ぐらいだったら取れてないとちょっと良くないですよね、はい、そのターンオーバーが多いです、これもターンオーバー、危ない、あーっと危ない。だ今思うやっぱり行き当たりばったりのオフェンスですからね。なるほど、これはファーストブレイクに対してのファール、小沢のファールです。久我山戦というのは非常に作り方がうまくて、それがなんですか、最終的に結果が出なかったんですけどね、今は非常に作り方が悪いですね、はい、小沢のファールが2つになりました。そうですね、小沢のファールが増えてくるのが心配ですね。心配ですね、やっぱり、ここで新潟商業は16番の小林を入れてきました。小林生は2人いますが186センチあります小林、ボール下を固める小林を入れています。フリースローは2投とが決まって13対2です。なんとか
も頼ませんハンドオーバースティールしましてそのまま田中が行きました。今のもうパスすることしか考えてないですから、はい、これもいけない。精神的支柱の、はい、選手がね、こういう形ではダメですよね、はい、今17対2。これ塚本さん今のようなプレーはですね、はい、実は国学院久我山戦に新潟商業がやったんですよね。やったんですよね、逆ですよね、まだ2点しか取れない。いやリズムが本当に悪すぎますね、はい、これはね、ちょっとオフェンスの形に行きません。第1ピリオド3分34秒残っています。15点リードの能代工業、これだけ第1ピリオドから楽に来たのは今大会初めて。これは飛んだ。そうですね、1クォーター非常にターンオーバーが多かった能代ですからね、逆に誘発させてますから、はい、非常にいい流れですね。宮城に対してのファールです。ファールは7番の斉藤。フリースローは宮城です。今大会3試合で平均得点112点を取ってきました能代工業。福岡第一戦では彼が本当に活躍して得点を繋いできましたね、はい、18対2です。第一ピリオドからワンサイドになっていますがなんとか打開した。これもターンオーバーそのまま行きました。まあ、この違いはもう完全にですね、リングに向かう気持ちが今ないですね、新潟商業にね、はい、宮城が決めています。攻めきれない、うん、入ってきた小林のシュートもダメだ。もうルーズボールもそうですけども、はい、これもう2回目のタイムアウトを取るしかないでしょうね、はい、もう22対2です。竹内さん、はい、ご覧になっててどうですかね。もう早くもワンサイドになりましたが、新潟商業はシュートまで生きてないのが一番だと思うんですが、シュートに打った場合でもリバウンドがいないときに早打ちして、はい、全く自分らのペースに慣れてないのが、そうですね、ここまでシュート体勢までいかないうちにこれインターセプトやスティールされてますよね、はい、みんなで攻めてみるんじゃないかな。みんなで攻めてないという中谷さんの声が聞こえてきました。後ろのペースに乗らされています、ね、はい、後ろのリズムに乗ってしまって、自分らのリズムを崩すっていう、はい、これは多分能代工業の狙いだと思うんですよ、ね、なるほど。それとどうなんでしょうかね、その全国の各チームにとっては能代工業というこの名前といいましょうか、はい、それからその作り上げたイメージっていうのは、はい、これは強くありますか。あ、それはすごいありますね。自分の段階もありました。あ、そうですか。いや、今島村さんがおっしゃったんですけども、はい、まさにそのポイントというところにどっぷりハマっているような感じなんですよ。だからそのコーチがもう再三、そのパスだけじゃなくてリングを見て攻めなさいということを言っているんですけれども、どうしてもそのリングじゃなくてその味方にパスをしよう、パスをしようのペネトレートだから、はい、ことごとくそれを引っ掛けられてますよね、それも特に言ってますけどね、はい、宮城が持っていきました。直線的リングに向かって攻める能代工業、一方の新潟商業はリングに向かっていけない。これもターンオーバースリーで来る。こうなった時の能代工業が強いですからね。強いですね。浮き足立っています新潟商業。能代工業今話し時だと思ってカードコーチも立ち上がって指示を送ってます、はい、これも決まりました。スリーポイント。それともう一つ僕が考えられるのは、はい、この前のゲームが延長でしたよね。はい、そうですね。行こうかなという新潟が、はい、もう一回戻らされたんですよ、延長に入ることで、はいはい、その出足のところがちょっと不用意に行き過ぎたんじゃないですかね。つまり試合に臨むやり方ってのはやっぱあるわけですね。新潟商業すると能代工業だということで、さあ行くぞって言った時に、はい、オーバータイムになりましたかね、前のゲームが、はい、ようやく小林純也入ってきた。小林のスリーポイントが決まりました。久しぶりの得点、5点目が入りました。
27対5です。立ち上がりから一方的なペースを掴んでいる。ペナトライトはこれは抑えた。これからシュートに持っていけるか。そうですね、シュートミスで、あ、シュートで終わった方がいいですね。ミスでもその、はい、入っても、あの竹内さんが指摘されたように、同じその入らなくてもね、宮城のファールがありました。能代工業はこの9番の金谷を入れてきました。ファウル、6番の信平のファールです。2年生の信平。竹内さんはこの信平は今までは見た、あ、去年のインターカップで見させていただきました。なるほど、はい、どんな印象ですか。そしてこの1年経って、去年1年だったんですが、非常によく走る選手だなと。そうですよね、思いました。塚本さん何でもやるんですよね。そうですね、本当にオールマイティですよね、彼の場合ね、はい。ここで信平を休ませる余裕ができた、はい、ということが能代工業にとっては大きいですね、はい。フリースローは10番の坂上。スリーポイントの後はフリースロー2点が入りました。27対7です。能代工業20点リード。第1ピリオド1分を切っています。とにかくエースの佐々木が打てませんから。そうですね、はい、これもいけない。パスする距離が長すぎますよね、ちょっとね。金谷、過去3試合で4番の佐々木が80点をマークしてきましたが、その佐々木の点がありません。ここに佐々木がいます。セカンダリーまで行きません。もうパスフェイクというのはあくまでも向かっていく気持ちの中でフェイクをかけないとダメですからね、はい。今のとどうしてもリングを見ないでフェイクをかけているだけですから、ディフェンスはそれにはつられないですね。第1ピリオド残り13秒です。能代は10番の梅津を入れてきました。かつて伊豆でプレーをしていた梅津選手の息子さんです。あ、これで少し得点が取れるようになりました。小川のシュート、もう1本ですね。もう1本、佐々木、あ、簡単でしょ。これもこれで佐々木と小川で点が取れました。時間いっぱいを使って11点になりました。29対11。第1ピリオドが終わりましたが、能代工業ペース、大差18点をつけています。第1ピリオドの終了間際にスリーポイントをはじめとして得点が取れました。29対11。こちらは能代工業です。能代にとっては今大会は2連覇、そして20回目の優勝を狙っています。いつも掲げられるこの横断幕は必勝不敗です。まあ、塚本さん、はい、この能代工業のバスケットというのは、高校スポーツにいろんなその競技種目がありますけれども、はいはい、やっぱり全国的にバスケットの能代ってのはこう一つのこう姿をですね、はい、ずっと作り続けてるんですよね。そうですよね、本当に、まあ、それをまあその時代のですね、はい、バスケットに変えてはいってるんですけども、やっぱりそのムードというものは本当にずっと変わらないですね。そう、流れる底辺にあるものが変わらないんですね、はい、変わらないですね。信平のシュート、今日はちょっと決まっていません。第2ピリオドが始まりました。また僕なんかも能代に行ったことあるんですけど、はい、やっぱり能代の街自体がやっぱりもうそういう雰囲気ありますよね、そうですね、バスケットの街という感じがします。これで点が取れました。小沢、あと6点ですね、はい、なんとかこのクオーター前10点まで戻せば面白くなりますね、はい。しかもファールがありましたのでカウントワンスローです。竹内さん、第1ピリオドの最後のところから
そしてこの第2ピリオドの立ち上がりですね、はい、点が取れるようになった、少なくともあのシュートに行くようになりましたね、はい、ゾーンとゾーンの間のギャップに選手がやっと入って、はい、パスが入るようになったので、はい、そこが起点となって、ゴール下でノーマークになる選手が出ましたね、今言われたゾーンとゾーンの間の、まあ、ギャップと言っていますが、その間に入れるようになりました。柳川のシュート、昨日からちょっと柳川のシュートは決まっていません。今中盤の選手がやってます、はい、あっと、そのままランディングプレーが決まりました。斉藤ディフェンスに行った能代工業、31対14です。ダブルスコア以上、このチェック取れてきましたね、これね、はい、そうですね、ゴール下で坂上が取りました。先ほどのタイムアウトの前にですね、フルコートが当たってファールを、スティールをして、そこからシュートを入れたあたりからなんか目が覚めたような感じになってます ね、 そうですね、はい、ここは新潟商業のファールです。10番の坂上、ペネトラインとしてきた斉藤に対するファールです。坂上のファールは2つ目になりました。能代工業はここで11番の旗澤を使ってきました。そうですね、この状況を見ると塚本さん、はい、かなり準々まで使わなかった選手も入れてきましたね。非常にまあ楽な展開にはなってるんですよね、が。ただこういうところでやっぱり新潟商業が詰めるチャンスですから、はい、それだけ試合に出てなかったわけですからね、宮城のカットイン、ゴール下は坂上が取りました。リバウンド、エースの佐々木キャプテン、ただね、これも一番嫌なのはターンオーバーですね、はい、これも宮城が一気に行きます。柳川、今度はタイミングよく決めました。柳川8点目です。斉藤、すぐ返しました。柳川が走りました。ファーストブレイクです。スリーは短い、チェックが入っています。スティールした、36対18ですから、ちょうどダブルスコアです。あーっと、もう一回、能代工業ファールです。フリースローは坂上、これでメンバー、梅津選手入ってましたね、これ。そうですね、これで梅津が入ってきました。お父さんはそうですね、ゴール下の頑張った選手ですよね。そうですね、それと合わせが非常にうまかったですね、それは中原君のがよくしてますよね、多分そうですね、はい、はい、コメントは控えさせていただきますそうですか、2年生の坂上、36対19です。能代工業リード、すでに北陸が決勝進出を決めています。柳川が当たってきました。上から当たっていきます。能代工業、この後はゾーンです。あ、危ないですよね、不用意にスキップパスを使うよりはインサイドに1回入れた方がいいんじゃないですかね。ゾーンなんで、はい、そのギャップをペネトレーション
ーションからパスをするでも、はい、ペネトレーションを狙いながら例えばパスだとかそこからシュートという形に持っていった方がうまくリズムは作れてくるとは思うんですけどね。宮城のパス、能代工業ボールです。3秒指示を与えます宮城。柳川ボードを使ったシュートは入りません。あまり佐々木が打てません。ターンオーバーですね、はい、多すぎますね、ターンオーバーね、スティールしました柳川。柳川は14点になりました。もう今ファンの皆さんがどうやったら新潟商業が点が取れるのかというこの1点で見つめているはずです。来ました、ようやく佐々木のスリーポイント。どうでしょうか塚本さん、今のようなスリーを佐々木はもっと打っていってもいいんじゃないでしょうか。すべきですね。それともう一つこのディフェンス頑張ることと、はい、不用意なターンオーバーしないことですね、そうすればまだ十分可能性ありますからね、はい。こちらは日体大出身の中谷監督です。2年目、まもなく第2ピリオド5分を切ります。このゾーンをどう攻める、打てそうだ。3はリバウンドは梅津が取りました。宮城、ゴールカットしましたね、はい。あ、チャージング、うん、チャージングですね。チャージングですか。オフェンスファールを取られました。第2ピリオド残り時間は4分30秒です。この第2ピリオドに入ってからは加藤コーチは立ち上がっています。柳川そのまま打つ、少しはリバウンドは取れるようになってきたんでしょうかね、竹内さん、どうでしょうか。そうですね、ただ問題はここからですね、はい、あと7番柳川選手がスリーポイントにかなり高い位置で守ってて、はい、で能代ボール、能代がリバウンド取った瞬間走って、はい、速攻という形で先何本かあったんで、ありましたね、はい、それを止めないと2月中がまずいと思います、はい、16点差です。点差は少し止まっています。僕はあとこの 1,2 本だと思うんですけどね、はいはい、柳川これもリバウンドボックスアウトしてないですし、あ、そうですね、あのね、ちっちゃな、ちっちゃなミスが多すぎますね、新潟商業ね。こういうところも、ね、大きくやっていった方がいいですよ。佐々木のスリーポイント、これで13点差で分からなくなりますよね、はい、これで。そうですね、打ち返してきました。マジで能代が同じように打ってくれますから、はい、そうナイスパスだ、ね、最後は坂上が出ましたが見事な佐々木のパスです。そう、こうやって佐々木がいろんなことを始めるとね、これなんですよね、新潟商業のね、はい、持ち味はね、11点になりますが、なんか勇気が湧いてきましたよね、新潟商業、そうですね。バーコートターンオーバー、これは能代工業とターンオーバー、もう一歩いきますよ、これスリーポイントは、あっと落ちた、佐々木のスリーは落ちました。今度は宮城が行く、あ、ちょっといけない、ちょっと雑になってきてですね、能代工業はね、そうですね、リズムが悪くなりました、うん、しかしこういうのはベンチの加藤さんが一番嫌うところでしょう。嫌いますね、はい、柳川が決めました。この渋い表情です。
ターンオーバーしないことですよ、はい、やっぱりシュートで終わることが一番いいですね、ここはね、インサイド入れて、はい、いいですね、どう攻めるか、小川が入っていきました、だね、これ、梅津選手はつけないですからね、はい、はい、そうですね、今は梅津を使っています。中原さん、ちょっとリズムが良くなってきましたね、新潟商業は。そうですね、基本的には自分たち の、はい、そのバスケットが今うまくできるようになってきているところじゃないですかね、はい、で塚本さんもちょっと言ってたんですけれども、野代はもうそのコントロールっていうことをしませんからね、はい、そのだからどんどん打ってくるから、そのディフェンスをしっかりタブにして落とさせて自分たちのペースに持っていける時間帯だと思いますね、はい、そうですね、あっとこういうところね、確実に入れたいですよね、それでこれですか、ずっとフォローしています。竹内さんも言いましたけど、やっぱり今みたいな展開させちゃダメですよ ね、そうですね、自分たちがミスした早い展開、はい、見事なタッチダウンパスです。リバウンドは二田、地味ですがこの二田がゴール下で頑張ります。落ちています、長いパスだ、通りました、ようやく新潟商業の動きが出てきました。そう、チャンスありますよこれだけ、はい、はい、ただこういうディフェンスをね、やっぱり、はい、もうちょっとねついてほしいですね、柳川18点です、13点差、遠いところから佐々木スリーポイント、10点差ですね、はい、10点差まで来ました。宮城、空いてしまったがファウルか、そうですね、竹内さん、まだディフェンスの問題は新潟商業はありましょうか。はい、一応戻りは早くなってきたんですけど、カバーディフェンスがまだできてないです ね、 そうですね、センター の、 あの5番と10番の選手の、はいはい、カバーがまだ甘いんで、もっとヘルプの余裕を早くした方がいいと思います、はい、そうですね、5番の二田に対して、そして今梅津10番が下がって11番の畑澤が入ってきました。カウントワンスロー、宮城決めています。さあ、これで前半が終了しました。49対36、能代工業のリードは13点で前半を終わっています。